朝鮮民主主義人民共和国の政党一覧では、朝鮮民主主義人民共和国において現在及び過去に存在した政党を紹介する。万十大液児童1945年8月15日日本の統治以降の朝鮮では、ソ連の軍政下を経て、独立宣言後の1949年4月、複数の政党が合併して朝鮮労働党が決闘された。 1948年の憲法で公民は民主主義政党を組織し参加することができるとしたが、徐々に労働党の権力掌握が進み、1967年までに近日世の満州派が党内主導権を確立。1972年制定の憲法では、プロレタリア独裁の名目で間接的に労働党の指導政党性を示唆するのみであったが、 1992年改正の憲法ではついに朝鮮民主主義人民共和国は朝鮮労働党の領土の下ですべての活動を進行すると明記され労働党に対して最高度な地位を規定するに至っている。一方、複数政党は維持されているためヘゲモニー政党制に分類される。朝鮮民主主義人民共和国には1946年に結成された 統一戦線組織、祖国統一民主主義戦線がある。現行の社会主義憲法第11条に規定がある。翻訳、朝鮮民主主義人民共和国は、すべての活動を、朝鮮労働党の指導の下で行う。ありがとうございます。